牛久沼のほとりに戦国時代の城安宅城があります。この城は戦国時代牛久の女将氏の砦として作られました。その頃茨城県南部は水戸の佐竹氏、小田原の北条氏の境目にあたり、佐竹側についた武将と北条側についた武将とが激しい争いを繰り返していました。女将氏は北条側について生き延びていましたが、佐竹側についた田谷氏の激しい攻撃を受けることとなりました。そして1587年、城内の混乱につけ込まれ、城は落とされ以後廃城となりました。安宅城周辺には瑞賢寺、千住院、安宅稲荷神社、安宅八坂神社があり、昔は大勢の人が集まり大変にぎわったと思われます。近くには猿舞自然公園があり、城中自然環境保全地域にもなっています。ここは城中浅間山です。ボランティアの方々の努力で四季の花がきれいです。